象、今日はですね、象徴っていうのをね、お話ししようと思うんですけど、ね、言葉としてちょっと分かりづらい、形の兆しっていう、これ形ですよね、兆す、おまめ出すっていうのなんですけど、なんかね、一般的にも使うし、美術とか絵画とかでも盛んに使う言葉であるんですが、文学とかね、芸術とかでもよく使うんですけど、分かるようで分からないっていう、分かりにくいっていう、そういうような概念っていうか、その意味だと思うんですよね。でね、私ね、やっぱり全然分かんなくてね、40歳ぐらいだったからかな、あ、そうか、こういうことだったのかっていうのが、なんとなくこう分かりだしたっていうことなんですよね。で、表現する作品を作ったりね、映像でも全部そうなんですけど、小説でもそうですけど、作品を作る人間にとってこの象徴っていうような意味をですね、ある程度こう自分なりに理解していないとまずいんじゃないかと思うわけですよね。前回の自然主義っていう、そういうような自然主義的な傾向っていうものは、目で見えてるのを前提にして、それでメッセージを伝えていくっていうところがあるものだから、まあ大体わかるような、うなずくて、うん、そうだよなって納得できる、そういう表現なんですよね。ところがこの象徴性を持った込めた表現ということになると、見えてないものをいかに伝えるかという、そういう中身になるものだから、どういうことなんだっていうことになるわけですよ。まあこうやって話しても何のことやらわからんということになると思いますけど、それをですね、少しずつこうちょっとこう解きほぐすような感じにしていきたいなと思っています。最初にですね、ちょっと図をね、示しました。今日の中身はですね、4つ用意しました。近代的象徴の多様性ということ、それから象徴表現とは何か、それから記号と象徴、それから象徴主義っていうよく使われる言葉なんですけど、これを解説しようかなと思います。大きく言うとですね、美術とか芸術における意味なんですよ。芸術における意味っていうものをどういうふうにメッセージとして伝えるのかということです。だからそれは写真で伝える場合とか、あるいはその動画というか映像的な部分で伝えるのかといった場合でも、ベースとしてこのことを理解していないと、やっぱり上っ面のものだけになって独りよがりの表現になるんだろうなって思います。それで美術史的に見た場合ですね、西洋の場合はね、これルネサンスで1500年ぐらいだと思ってください。そしてこちらが新古典主義、ロマン主義、印象主義ということになりますよね。このぐらいの流れ、大きな時間の流れの中を大きく分けてみるとですね、最初の頃のね、このバロックの中心ぐらいまで、17世紀ぐらいまではですね、絵画を表すということの目的というのはキリスト教の説明なんです。だったんですよ。これをキリスト教図像学と言います。前回も言いました。マリア様はですね、赤い、マントを着ていて、マントって言わないのか、上着を着ていて、青いマントを かけてますよ。これがマリア様を表すんでしょ、図像学なんですよ。誰にでも同じように、これは誰ですと、これはどういう意味ですということは共通して、言葉のように、絵が言葉のように伝えられるというルールですよね。キリスト教のいろんな教義とか、お話を伝える、内容を伝えるための、約束事、これはキリスト教図像学って言いました。それが大きな絵画の意味の伝える目的だったわけなんです。それで前回の自然主義的表現というもの、風俗画であったり風景画であったり、あるいは花の絵であったり、見えるもの、それをダイレクトに感じることで喜びを生むんだよねっていうような表現、自然主義的な表現ですね、まあ、ここにもありました。それに対して一方で寓意っていうものがあります。寓意っていうのはここから派生したんですけどね、で赤いワインはキリストの血を表すというのは図像学に近いものであるわけですよね。それに対して、前回の花の絵のところだと、五感の寓意っていうことでね、花が香りか、
花が香りであって、巾着袋は、触覚の、グイであると。まあ、グイっていうのは、イソップ物語なんかもそうですよね。キツネとかですね、鶴さんとか、それが物語を繰り広げますよね。でもそれは人間の行為を代わりに動物たちに語らしてるってことじゃないですか。それは偶話であったり偶意であったりっていう、そういう表現をします。だから何かに代わって表現をするっていうのが偶意なんですよね。実際にそのものじゃないんですけども、これはその意味だよねっていう、そういうようなこと、そういうのが偶意と言います。それに対してですね、注意してほしいのが近代的象徴っていうやつなんですよ。近代的象徴、それから全体がこれ象徴なんですけれども、近代的象徴っていうのは特にですね、作家、作者が勝手に作り出してしまっている象徴という意味、作者が勝手に作り出している、思い込んでしまってそれを伝えようとする意味、これが近代的象徴なんですよ。どこが違うのか、こちらはですね、共通の理解があった、共通理解、言葉とルール、それらの共通理解があったわけですね。こっち共通理解ないんですよ。勝手にこれはこういう意味で、表現したんですって言い出しちゃった。これ近代的な象徴と言います。現在の高校生とかね、大学生が絵画として表している場合の意味というものはこれになるわけです。勝手に自分で思い込んで伝えようとしているわけです。だから分かる人もいれば多くの人は分からない。でも作者としては表現しているつもりになっている。伝えてるつもりになっている、そういうギャップが生じているという、そういう状況になる。これは近代的象徴ということで、ロマン主義以降の印象主義、象徴主義というのはこの辺なんです。ここからですね、出てきちゃった、ここからも出てきてるんですけどね、そこを知ってほしいなって思うわけです。いくつに書いてるかな、象徴っていうのは辞書を引くとですね、直接的に知覚できない概念や意味などを連想させるものによって間接的に表現すること、これが象徴っていうことの意味、それから記号のうち表示対象と直接的な対応関係や類似性を持てないものとも、そういう説明もあったりします。だからそれそのものが意味を持ってるんじゃなくて、代わりに何かをそのものの背後にですね、何か意味をくっつけてるんですよ。鳩は平和の象徴ですっていう言葉聞いたことがあると思います。鳩は平和の象徴だねって。それはね、幼稚園児とかですね、子供はね、そんなこと知らないわけですよ。知らない、鳩は鳩でしょ、鳥でしょ、なんとして平和なのってことになるけど、取り決めというか、いわゆる人と人との間のルールみたいなものを成長するに従ってね、経験的に覚えるわけじゃないですか。あとは平和の象徴ですかね。そういうような感じになって、そうなんだなって思い、共通理解になってくる。それから、クラウン、王冠を示した場合には、それは王様を表すんだよ。それから、天皇、日の丸は日本を象徴する。これもそうです。日の丸は、ただ白い、旗というか紙ですね、赤い丸が書いてあるだけじゃないですか。赤く塗られた丸が書いてあるだけじゃないですか。これは日本だよって、これは共通ルールなんですね。日の丸は日本を象徴する、ルールとして背後に意味をくっつけてきた、それがシンボルというものなんです。もともとの言葉はね、2つの符号っていうふうになってました。ギリシャ語で言う場合のね、2つの符号を合わせることによって、意味を持つ、意味を成し遂げる、意味が出来上がるんだということをこうシンボルって呼んでたということなんですけれども、まあそれが言葉の意味ということになります。ちょっとですね、考えてほしいなと思うわけですが、これはですね、近代的象徴の多様性っていうものをですね、理解してもらうために一つのいい例かなと思って見せるわけですね。これ80号ぐらいの大きさのものなのかな、ルーブルにあるんですけど、とっても大事にされてる絵なんですね。これは一体何を表しているのかということをちょっと
今日考えてほしいなと思うわけですよ。ちょっとしか今日いないな。廃業したいな。もういいわ。何を表してるの？見たことある？今まで。見ないですか？絵を見るときの方法っていうのは、まずディスクライブってなるんですよ。読み上げる。画面の中に何が書かれてるかを読み上げるということです。ちょっと目についたものを読み上げてみてください。白い服を着た男の人、白い服を着た男の人が中央で突っ立ってる。中央で突っ立ってる、いいですね。表現がいいですね。突っ立ってる、はい。後ろで4人人がいて、はい、黒い服の人と白い服の人と黄ワンダ服の人と赤い服の人、4人いた。はい、それから木とか草が生えている。はい、木とか草が生えている。これ何かいるよ。ちょっと分かりにくいでしょ、はい、これ何かいいよ。彫像かな。あ、ね、はい、まあ、そうやってね、全体一通りこう読み上げるわけですよ。それディスクライブ、描写するって言いますよね。見る、絵を見るという手順なんですけど、そして次にやることは何かと言ったら、主役と脇役を探すんですよ。この絵の主役って誰でしょう。脇役はこいつらですよね。そうすると主役と脇役との関係で何か意味を作ろうとしているということになるわけです。じゃあ主役はどういう人物なんだろうかというのを自分なりに考える必要があるわけじゃないですか。絵を見る人は何の情報もないんだからね。さてこの人はどういう人なんでしょう。あまり元気がない人、はい、ちょっとお元気がない感じしてますね、表情からね。それから友達があんまりいない。友達がいない、はい、ここ見てください。これ男かな女かな。男性だと思ってます。だよね。これなんだろう。これリボン。リボン、なんでこんなリボンつけてんだろうね。というふうに読んでいくわけですよ、はい。小林さん、この人の職業は何でしょう。今までこう吉谷さんが読み上げ てくれたわけですね。それを前提にして、この人のお仕事は何だと思いますか。分かりにくいか。どうか。よいしょ。はい、こういうのをつけてる人なんですよ、実は。今外しちゃってるんですけど。こういう人を何て言うんだ。こういうお面をつけてる。ピエロです。この人ピエロなんですよ。でもお面取っちゃってるからちょっと分かりづらいんですけど、で、ピエロっていうのはどういう人ですか。ピエロ、笑わせる人、周りの人を楽しませるというかな、人ですよね。ピエロ、まあ、これはこの人の場合は喜劇、喜劇の一人の役者になってるわけですけど、表情から見ると物悲しげな道化師っていうことになります。悲しい感じの道化師ですよ。普段は、こうやってね、仮面をかぶって、ちょっとまあ、面白おかしく周りを、楽しく感じさせるような、演技をしてるということですけど、でも実はそれはそうした本音から言えばですね、悲しい道化師なんですよね。本人が楽しいわけじゃないよね。そういう悲しげな道化師というものをここで表現してる。だから周りの人は賑やかにですね、楽しく歓談をしてると。でも、一人その寂しげに突っ立っている。こういう中身の、物悲しい道化師、主人公を助けたい、あるいは笑いを撒き散らすような動機は、
あのチャップリンとかね、あるいはそのトラさん、最近やんないね、トラさんとかですね、そういう道化師にあたるような人たちがです、ね、演じるわけですけども、でも本人は実はその背後にいつも悲しさを持っているような、そういう役柄で出てきますよね。その辺のところを表したのがこの馬頭の、馬頭のジルっていう、ジルっていうのはこのピエロの名前なんですけどね、非常にこれはね、ルーブルで大事にされている作品です。ただ馬頭はね、一番有名なのはこれなんですよ、ロココ時代の華やかなね、宮廷画家であるわけですけど、指定塔への巡礼とか、みやびやかな縁とか、こういうような絵で知られているわけですけども、この人がこういう、ちょっとこう、しんみりしたような、ね、絵を描いているわけですよね。それで、こういう象徴ですね、ちょっと切れてるけど、人類学的象徴って呼ばれます。人類学的象徴。人間を、人の形を使った象徴というのが人類学的象徴です。身振り、人の身振り、素振り、それを通じて心の状態を表す。身振り素振りは見える状態ですよね。見えてる状態です。見えてる状態を使って心の状態を人に伝える。そしてその見た人が共鳴をすることができる。そういう目的を持ったのが人類学的象徴と呼ばれるものなんですね。でも、分かりにくいんですよ。ピンとこうみんなが同じように分かるわけじゃないんです。分かる人には分かるし、分からない人は分かんないよと。そういうね、状態になってしまっているのは、作者が独自の自分なりのルールというか言葉を使っているということになります。はい、じゃあ2つ目の作品、この彫刻です。